近世哲学は中世の後に区分されるおおよそ16世紀から20世紀までの哲学のこと。近代哲学とも現代という区分を認めるか近代がいつ終わるかについては哲学史上学説の争いがあるので近世はその点について一定の立場を留保して使用する便利な項として用いられている。と存在の関係をめぐってな形で 哲学上の立場の対立があった時代であるが、ここでは大陸合理論とイギリス経験論の対立を中心に述べる。ルネサンス期の哲学、理性の時代の哲学、啓蒙時代の哲学、19世紀の哲学、20世紀の哲学については、それぞれの項目を参照のこと。近代哲学を準備したのは、ルネサンス期において発達した数学、 気化学と自然哲学である。ガリレオ・ガリレイは数学的に記述される自然という新たな世界観を作り出した。ルネサンスによって神から人間に世界の中心が移ることによって人間の理性によって機械的な自然を認識し永遠、不変妥当な心理に到達できるという世界観が生まれたのである。この新たな世界観に対応するために生み出されたのが 大陸合理論とイギリス経験論である。両者は、数学の確実性を足がかかりにするという点では何ら違いがなく、絶対確実な真理を認識する起源について、異なる対応を取ったいわば双子の兄弟である。イマヌエル・カントは、観念の発生が経験と共にあることは明らかで、あるとして合理主義を批判し、逆に、すべての観念が経験に由来するわけでないとして、 経験主義を批判し、二杯の対立を統合したのである。デカルト大陸合理論の父は、ルネ・デカルトである。デカルトは、数学、幾何学の研究によって得られた概念は疑えない、名称的なものであると考え、これを基礎づけるための哲学体系を確立しようとした。デカルトは、合理的な学問的知識さえを疑う全面的な、会議主義に対して、方法的会議論を唱え、 肉体を含む全ての外的事物が会議にかけられた後にどれだけ疑っても疑い得ないものとして純化された精神だけが残ると主張した。デカルトは精神を独立した実態とみて精神自身のうちに正徳的な観念があり理性の力によって精神自身が観念を演液して展開していくことが可能であるとした。このような人間の思考には 経験内容から独立した概念が用いられているという考え方を正特説という。ロックと彼を引き継ぐジョージ・バークリーやデイビッド・ヒュームなどのイギリス経験論者は、経験に先立って何らかの観念が存在することはなく、人間は白紙状態として生まれてくるものと考えて、生徳説を批判したのである。ニコラド・マルブランシュ・スピノザ・ライプニッツ・ロックイギリス経験論の父は、 ジョン・ロックである。彼は、観念は感覚もしくは反省から発生すると考え、認識の起源は経験であるとした。彼によれば、観念には、単純観念と単純観念が合わさって形成した複合観念があるが、このような観念の結合、一致、不一致、排反の知覚が知識である。従って、全ての観念と知識は、人間が経験を通じて形成するものだということに、 なる。精神、物体、神の三つが実体であるという結論では、ロックとデカルトとの間に才はないが、その説明に才がある。デカルトの実体概念は他に依存せず独立して存在するものというものであるが、ロックはこれを批判し、実体概念を複合観念の一種とする。彼によれば、単純観念の所属性のもととなる何者かがあると、人は、 さらなる基礎づけを求めたくなるが、その何者かは説明不能なのである。しかし、それが存在することを我々は直感的に知っている。それが精神である。ロックは真理を直感によって名称に知り得るとする点でデカルト主義者であり、人間の理性に対する信頼は合理論と何ら違いはない。デカルトのように神による保証なしという点が、 合理論と異なるだけである。また、ロックは、同様の理屈から、中からは何も生じないことも我々は、直感的に知っており、万物の根源たる神が実定であることは認めざるを得ないとする。このことから、彼は、精神と神の存在についての知識は確実であると、する。しかし、自然哲学、つまり、物体に関する知識は確実なものではなく、 改然性を得るにとどまる。ロックもデカルト同様、数学に関しても論証的知識に属するとして、その確実性を否定したわけではなかった。ロックは反省によって生成された観念を理性によって演繹することを認めるので、その限りでロックはデカルト主義者であるということもできる。しかし、ロックによれば、物体の性質は、硬性、延長性。 形状を等の外物に由来する客観的な第一性質に分かれるが我々が知ることはできるのは後者のみであるとする。その限りでロックは会議論者である。しかもロックはそれすらも経験によってすべてを知ることはできずその外然性を得るに過ぎないとしたのである。経験論はこのような会議論的契機をもともと持っていたのであり、それはばくりを介して ヒュームにおいて結実することになる。ジョージ・バークリー、1685年から1753年、ジョージ・バークリーは、ロックの経験論を承継しつつ、ロックが物体を実体とした上で、物体の第一性質と第二性質を区別したことを批判した。彼は、両者の区別を否定し、実体とは、同時的なる、還元の束に他ならないと考えた。このような考え方から、彼は、 物体が実体であることを否定し、知覚する精神と神の身を実体と認めた。このことを端的に表す有名な言葉として、存在とは知覚されてあることであるデビッド・ヒュームは、バークリーの観念論を継承し、自我さえも感覚の束であるとして、その実在性を否定した。彼は、主張、人間本性論において、あらゆる観念の理性による基礎づけを否定し、 当時の自然科学の知見に基づき、観念の形成過程を分析した。ヒュームによれば、人間の知覚は、印象と、そこから創出される、観念の2種類に分けられるが、すべての観念は、印象から生まれる。印象は、人の意識に強く迫ってくる生き生きとしたものであるが、なぜそれが生じるのか説明のつかないものであり、観念は、印象の色あせた映像に過ぎない。 この観念が結合することによって知識が成立するが、知識には数学や論理学のように確実な知識と外然的な知識の二種がある。観念の結合について、自然的関係と哲学的関係の二種があり、前者は類似、時空的近接、因果関係があり、後者は量、質、類似、反対及び時空、同一性、因果がある。その上で、 ヒュームは因果関係の特徴は必然性にあるとしたが、一般に因果関係と言われる P と Q のつながりは、人間が繰り返し経験する中で、習慣によって心の中に生じた外然性でしかないと論じ、理性による因果関係の認識の限界を示したのである。ロックは経験的実在論を基礎に、 独画論と会議論の中道を求めたのであるが、同じく経験から出発して、当初の目的とは、正反対の結論が導き出されてしまったのである。カント・イマヌエル・カントは、観念の発生が経験と共にあることは明らかで、あるとして合理主義を批判し、逆に、すべての観念が経験に由来するわけでないとして、経験主義を批判し、二排の対立を統合した。デカルトは、 外界にある対象を知覚することによって得る内的な対象を意味する語として異例の語を当てていたがこのような構造に関しては経験主義に立つロックも同様の見解をとっていた。カントはこれらの受動的に与えられる内的対象と関連ないし概念を短絡させる見方を批判し表彰を自己の認識論体系の中心に置いた。カントは表彰それ自体は 説明不能な概念であるとした上で、表彰一般はその階カテゴリーに意識を伴う表彰があり、その階には二種の知覚、主観的知覚イコール感覚と客観的知覚イコール認識があるとした。人間の認識能力には、感性と母性の二種の認識形式がアプリよりに備わっているが、これが主観的知覚と客観的知覚にそれぞれ対応する。感覚は、 直感によりいわば受動的に与えられるものであるが、認識は個性の作用によって自発的に思考する。意識は感性と個性の総合により初めてある対象を表彰するが、これが現象を構成するのである。このような考え方を彼は自らコペルニクス的展開と呼んだ。カントによれば時間と空間、因果関係など限られた少数の概念は、 人間の思考にあらかじめ備わったものであり、そうした概念を用いつつ、経験を通じて与えられた認識内容を処理して、さらに概念や知識を獲得していくのが、人間の思考のあり方だということになる。ヒュームによれば、因果関係は習慣によって生じたものに過ぎないが、カントはこれを否定し、ニュートン力学の基礎づけを求めたのである。ありがとうございます。